皆さん、こんにちは。乃木坂46の公式ライバルとして今年結成された僕が見たかった青空。しかし、その話題性と裏腹に、東京アイドルフェスティバルでの炎上やデビューシングルのセールス爆死が話題となっていました。結成されたばかりというのもありますが、坂道グループと比較するとその差は歴然。おそらく世間からもそれほど認知もされていないでしょう。ところが僕青は輝く日本レコード大賞の新人賞に選ばれました。結成から5ヶ月での受賞は素晴らしいことなのですが、この新人賞に世間はいい印象を持っていないようです。今回は僕が見たかった青空のレコ大新人賞受賞について調査したのでご紹介します。ぜひ最後までご覧ください。僕青は2月にメンバー募集が行われ、その後全国規模のオーディションが数ヶ月にわたって実施されました。このメンバー募集は応募サイトからのエントリーのほか、 TikTok の自己紹介10秒チャレンジというエフェクトを使った公開スカウトも実施しており、これまでのアイドルとは異なる SNS を駆使したオーディションが開催されました。オーディションで使用された公式エフェクトは配信から約3週間でエフェクト総視聴回数は1500万再生、エフェクト使用動画の総いいね数は約50万いいねを獲得するなど、 TikTok を活用した新たなオーディションスタイルが盛り上がりを見せていました。メンバーのプロフィールにはパーソナルカラーという項目を作り、斬新、メイクとかお洋服の参考になって嬉しい、気になる情報を最初から教えてくれるとか最高、新しい試みしてる、などと多くの反響が寄せられていました。しかし2023年8月6日、お台場、近江周辺エリアで開催された世界最大のアイドルフェス、東京アイドルフェスティバル2023のメインステージに出演した際、JC ミスコン2022でグランプリに輝き、日本一可愛い中学生と呼ばれた秋田リアンさんがステージ上で声を出して笑っていたのが原因で炎上してしまいます。この様子はネット配信もされたのですが、パフォーマンス直前のエンジン後、秋田さんはやばーいなどとヘラヘラしており、他のメンバー数人も声を上げ、緊張感のなさが目立ち、これから大勢のファンの前に立つという厳粛さに欠ける態度がファンを幻滅させました。中にはひゃーと規制を上げるメンバーもいたのですが、これを聞いた秋田さんは思わず声を出して笑ってしまったのです。一連のやりとりはマイクに拾われ、プロ意識のなさが露呈してしまいました。秋田さんは歌唱中もやばーいと緊張をあらわにし、新人特有の不慣れさと中学生特有の落ち着きのなさがバレてしまう事態に、若い新人とはいえプロ意識に欠けるとして、ステージを見た観客からは声出して笑うのはなしだろ、パフォーマンス中も喋ったり声出して笑うのはやばい、舐めすぎ、遊び感覚なのかな、本当にアイドルなりたかった子がかわいそう、本当にプロ意識ない、パフォーマンス直前やその最中に笑うとかありえない、などの批判が噴出していました。2023年8月30日、青空について考えるで、デビューを果たした僕が見たかった青空。気になる売り上げはというと、まさかの大爆死。初日売り上げが17,098枚。ライバルグループの乃木坂は、デビューシングル、ぐるぐるカーテンが、初日が 8.5 万枚と、かなり差が開いたデビューとなりました。ちなみに桜坂46の前身となる欅坂46のサイレントマジョリティの初日売り上げは19万1,203枚、日向坂46のデビューシングル初日売り上げが35万9,528枚、どの坂道グループと比べても圧倒的に売れていません。2日目の売り上げは2,130枚とダウンしていました。この売り上げに世間はさすがにバグだろ、全く脅威ではないな、敵ながらあまりにもレコード会社から売る気が感じられなくて気の毒に思う、
などの同情の声が多数。これだけを見れば今年の活躍は良いものではなかったでしょう。しかし僕青は今年の輝く日本レコード大賞の新人賞を受賞します。この受賞を受けレコ大新人賞に僕が見たかった青空いるのマジでわからんな。乃木坂公式ライバルとはいえ全く話題になってないのにまだイコノイジョイの方が理解できる。てか僕が見たかった青空レコ他新人賞もらえるんや。あれでゆるい世の中になったもんやな。僕が見たかった青空ってレコ大の新人賞もらえるほどの実績、曲一回も聞いたことない。僕が見たかった青空ってエーベックスだからレコ大の新人賞取れそうだけど叩かれるからパフォーマンスだけでいいかなといった声が世間には溢れています。活躍やリリースを見ても受賞できるほどのものとは到底思えません。今回の受賞にはレコ大とエーベックスの闇が関係しているのではないかと囁かれています。実は過去にエーベックスによるレコ大捜査疑惑が浮上し、他のレコード会社に所属する受賞候補のアーティストと比べて売上枚数が圧倒的に下回っているエーベックスアーティストが賞を総なめする傾向があったことから出来レースなのではという声が上がっていたんです。この内容はウィキペディアにも記載されるほどでしたが、2007年9月3日に削除されるのですが、この削除を行った ID が ABEX のものであることが発覚しました。他にも2015年、レンタルチェーン店を展開するツタヤが自社のニュースサイトにて、特定のレコード会社や芸能事務所が審査委員に対して何らかの働きかけを行っているとする音楽関係者の声を報じ、この種の癒着は1970年代からあったとされるものの、審査委員の大半を新聞社とテレビ局の社員が占めるため報じない、報じられないといった状態が続いてきたと音楽評論家の麻生幸太郎さんは指摘していました。バズったとは言い難い僕青の受賞、これで最優秀新人賞を取ろうものなら批判されることは間違いないでしょう。秋元康さんや会社のご利用し感が印象として強い僕青、下積み時代を経験している AKB48 や乃木坂46と比べ、僕青はデビュー前から FNS 歌謡祭やカウントダウン TV への出演に加え、結成わずか4ヶ月で冠番組まで決定するなど売り出し方がすごいと話題になっていました。炎上商法という言葉があるほど、炎上をきっかけに注目を集め人気を爆発させることはアイドル界ではよくあることです。炎上してもデビューシングルが爆死に終わっても、今後の活動次第ではトップアイドルへと成長していくこともあるかと思いますが、現状時期尚早ですよね。近年は様々なサブスクリプションサービスの普及に伴い、わざわざ CD を買わなくても音楽が聴けるようになっています。欅坂46がデビューした2020年から僕青がデビューした2023年までの3年間の間でも、若者を中心とした CD 離れは大きく進んだように感じます。だからといって売り上げが低いまま会社の力で賞を取っても仕方ないですし、メンバー本人たちが一番辛いのではないでしょうか。これからますます世間から厳しい目で見られると思います。しかしそれにもめげず、実力派のアイドルとして活躍していただきたいです。いかがでしたか。今回は僕が見たかった青空のレコ大新人賞受賞についてご紹介しました。最後までご視聴いただきありがとうございます。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いします。それではまた。